今回の法案についてですね、スマホやパソコン、まあ、受信料を取るということができるようになるわけですけれども、NHK から国民を守る組の斉藤健一郎です。ちょっと滑りましたね、気にせず進めたいと思います。まずですね、放送法の質疑に入る前にですね、ちょっとこれ質問通告出してないんですけれども、お答えできる範囲内で結構です。ネット上で今ちょっと物議を、醸してるですね、ジェンダー体操というものです。まあ、これ何かっていうと、まあ、NHK の E テレで5月4日にやってたんですが、これその LGBT の、理解増進法、まあ、この理念法ですよね。この理念法にのっとって NHK が放送したのではないかなと思われるんですけれども、このジェンダー体操の中にセックス、セックス、セックス、セックスを連呼する、これは日本語訳がついてたので、まあ、性別というふうに分かるんですけれども、その他以外にですね、英語訳で英語で喋ってるんですけれども、ペニス、オア、バギナ、日本語訳ではまた違う、もう全く違う訳し方をまあしてたんですけれども、まあこの LGBT 法のその理念法といえども、これをこの理念として NHK が国民に理解を施すために流した放送だと思ってるんですね。そもそもこの LGBT 法案自体、僕は懐疑的に思っています。まあこの日本国民全体がその LGBT の方々に対してそこまで理解がないのかって言ったら、そうじゃないと思います。実際に差別があるのかとか、軽蔑しているのかって言ったら、決してそうはないと思ってるんですね。まあその中でその日本人、日本の方々に対して、まずこの議員立法として出てきましたが、国会がまず国民を信じてないんじゃないかなっていう、そんなこと日本人しないよねって、もっと優しいよねって、そういう気持ちを持って、この理解法、理念法というところをどう解釈しているのかなっていうところは、まずその気になるところなんですね。まあこういうふうに国民を信じてない、国会が信じてないから、国会全体に対して国民から軽蔑されるようなことがすごい多く見られるんじゃないかなというふうに思ってます。なんかもっと日本の国民を信じてもいいのじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあその LGBT 法案に関しては、まあまた別の話ですので、いいのですが、今回この LGBT 法案、理解増進法に従ってですね、この理念としてここの掲げられた法案に対して、このジェンダー体操というものが、この番組が放送されたことに対して、会長と大臣の方にご見解をお伺いできたらなと思います。小池専務理事、お答えいたします。ご質問の通告をいただいてなかったもので、準備はしておりませんけれども、NHK は放送法にのっとって国民に資するような放送、それから理解増進情報なども含めて対応していくのが使命だと考えております。松本総務大臣。はい、ご指摘のあったものは大変残念ですが、直接、拝見をしておりませんので、コメントをすることはできませんけれども、今お話がありました LGBT 法案についても直接のコメントは控えさせていただきますが、私どもは政府におきましても、また立法府におかれても、国民の皆さんが安心して暮らせる環境を作るために法制度上どうすべきかという議論の中から、さまざまご議論が行われていものと承知をしており、それにつながる形を、また私どもも課題を認識して取り組んでまいらなければいけないと思っております。なお放送についての適否についてはさらに所管の大臣としては申し上げるべきではないかと思いますので、コメントは控えさせていただきます。我々NHK 党はその放送内容についてはですね、言及しないということをずっと明言はしてるんですけれども、まあぜひネット上のコメント等をぜひ見てきてください。本当誹謗中傷もどんどんあるし、まあそれに対して本当に違和感を抱いている国民すごく多いです。 NHK はしかもそういった放送、まあ、理念法があるといえども、放送しないという選択肢もあったはずなので、まともな判断をぜひ下してほしいなというふうに思います。ここでですね、次、放送法の方に入っていきます。まず、総務大臣、 NHK 会長ご見解をお聞かせいただきたいんですけれども、今回の、法案についてですね、スマホやパソコン、まあ、受信料を取るということが、できるようになるわけですけれども、まあ、今回この受信料っていう、まあ、名前についてなんですけれども、ネットやパソコンだけを持っている、まあ、これも受信料という言い方をしているんですけれども、まあ、ネット視聴をしている方から取るという、まあ、視聴してない方からも取るということなんですけれども、これ受信料という言い方そのままでいいんでしょうか。我々としてはこれ視聴料というふうに変えるべきじゃないかなと思ってるんですけれども、ごめんなさい、会長のご意見をお聞かせいただきたいと思います。放送法の改正案は放送と同じようにインターネット経由でも NHK のコンテンツをお届けする、そういう義務がある。それとともに
テレビを持たずインターネットのみでサービスの利用を開始した人には相応の費用負担をしていただく、そういう内容だと承知してございます。で、今後も公共放送の財源としては広く視聴者の皆様に負担していただく受信料がふさわしいものと考えておりまして、受信料という表現を見直すことも考えておらないということでございます。視聴者国民の皆様に NHK ならではの放送サービスを通じて公共的価値に共感していただき、納得して受信料をお支払いいただけるよう今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。はい、改めて確認になりますけれども、そのスマホやパソコン、その NHK を、まあ、今回の法案改正によってですね、 NHK を見ると能動的に動いた方、その方のみが今回支払うという形の改正案という認識でよろしいでしょうか。その通りでございます。斉藤健一郎さん。はい、ありがとうございます。あくまでもスマホやパソコンを持っているということがだけで受信料が課されるということのないようにですね、小沢委員の方にも、質問にもありましたけども、ちょっとぜひよろしくお願いします。そしてですね、いや前にも質問をさせていただいたのですが、やはり納得のいかない部分っていうところのお話をさせていただきます。要するに 22% の受信料を払っていない人たちについてです。こちらについてこの支払い率、まあ、何度も答弁いただいてるんですけれども、 22% の払ってない人が 78% の払っている人の負担をしてるんですね。要するに何かといったら 22% の人は得をして 78% の人は損をしているというところなんです。要するに賢く NHK 党が発している情報を受け取ってる人は、あ、なんだこれ契約だけして支払わなければいいんだっていうふうにしたら月1000円払わなくて済むんですよ。そういった方々に対してですね、もうやはりまだまだ国民の皆さん知らないので、次の選挙の時にですね、立花孝志の顔をドンと大きく出して NHK 受信料払っている人はバカだという選挙のポスターを掲げようと思ってるんです。そこまでしないと国民には伝わらないと思ってるので、そのポスターを掲げることに関してですね、 NHK 会長、稲葉会長、ぜひご意見をお聞かせください。ご質問の内容については、政治的な公平性の観点からお答えは差し替えさせていただきたいというふうに思いますが、受信料の公平負担、というのは大変重要なことだと思っておりまして、公共放送 NHK の役割や受信料制度の意義について視聴者国民の皆様にご理解いただけるよう今後も丁寧に説明してまいりたいというふうに思っております。はい、この件についても言い続けます。ちなみに、もう今 78% になり、今後 77% 76% と減っていくことは考えるべきであろうというところになるんですけれども、要するに 22% 今現在で、まあ、支払ってない人がいるということなんですけれども、この 22% 分をですね、会長の給与から差し引く、要するに未払いしている人、払ってくれてない人の分だけ責任を取って給与を減らすんだと、そういうお考えないかお聞かせください。私としては今委員がおっしゃったようなことは全く考えてございません。むしろ、受信料の公平負担の観点から支払い率の維持向上に向けた道筋を立てていくことはむしろ重要だと考えてございます。会長としてますます努力を傾けていきたいというふうに思っております。はい、そして 22% の話に戻ります。 22% の中にこちら私も入っています。皆様にもお配りしてますけれども、現在、斉藤への請求が103,170円ということですね。ご請求期間が令和6年5月現在でこう来ているんですけれども、これね、現在うちの立花孝志のところ、まあ、この問題を取り扱っているので4000円の滞納でこれ裁判になったんです。負けました、ちなみに斉藤のところには、裁判が来ておりおりません。言ったらこの総務省総務委員会に属して放送を担当して、さらに NHK 問題を追及する NHK 党のこの国会議員に対してですね、なぜ裁判をしないのかお答えいただけたらなと思います。 NHK では、文書電話訪問などによりまして、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に説明して、その上でそれでもなおお支払いいただけないという場合の最後の方法として民事手続きによる支払い督促を実施しているということでございます。で、支払い督促につきましてはお客様の個別の事情を総合的に勘案することとしておりまして、請求額の大小に関わらず対応を検討して
ております。どなたであれ準備が整った方から順次実施していく方針でございます。はい、その件もちょっと後ほどやりたいことがあります。その前にですね、ちょっと気になることが1個ありました。私もその不払いをしてるんですけれども、まあ名前の入ってない特別宛て配達郵便ということを、届けられることが様々な家庭にあるのですが、これ議員会館、議員宿舎にね、一度も来たことがないんですよ。しかもそれを聞いたこともないですし、ただですね、これガーシー前参議院議員が質問主意書という形で出したんですけれども、これ自衛隊の隊員の方が宿泊する宿舎にはテレビがなくても全員に視聴料を納めなさいというふうな通達まで出てですね、これが強制徴収されたという相談がこう複数寄せられたという質問主意書という形で出したのですが、これ NHK さん、この議員会館とか議員宿舎とかそれぞれってきっちり送られてますか？お伺いさせてください。議員宿舎における受信契約のお願いは議員会館の受信契約のご案内とともに合わせて行ってございます。それでテレビ等の受信機の設置があれば、一般のご家庭や事業者などと同様にぜひ受信契約のお届け出をお願いしたいというふうに思っております。はい、これ一例です。国会議員の皆さんも知らないことがあるかもしれないんですけれども、まず東京に事務所があります、地元に事務所があります、議員会館があります、議員宿舎があります、地元に自宅があります。例えばこの5つだったら5つとも契約をして支払わないと、いけないでしょ。でってなると月5000円の負担なんですね。年間で6万円の負担になってくるんですけれども、まあ本当にこれを皆さんが、ちゃんと承知した上で負担しているかっていうところはちょっと甚だ疑問があるところなので、もしこれに対しておかしいと思う国会議員の先生方がいらっしゃるのであれば、まあ、来年度予算案に反対するなどのですね、声をしっかり上げていただきたいなというふうに思っております。そしてまた 22% の話に近いことに戻ってくるんですけれども、ここで会長もしくは理事の方どちらでも結構ですので、ちょっとね今日ロールプレイングをしたいと思ってるんです。ロールプレイングね、まあ、どういったロールプレイングかっていうと、僕は実際にお示ししたように今現在10万3000円の不払いのものなんです。 NHK からですね、いつでもそのように説得をした上でちゃんと理解を得て納得してくれた人には払ってほしい、それでもなおかつ払ってくれなかったら裁判ということなんですけれども、実際目の前に不払いをしている僕がいるので、会長でも理事の方でも結構なので僕を、ね、納得説得させるようなちょっとロールプレイングをしたいんですけれども、まずお願いします。まずピンポンから行ってみましょう。じゃあピンポンって なりました。はい、斉藤ですと表に出ましたというところで、はいどうぞ僕のことを説得してください。受信契約を結ぶための、まあ、説明をどのように行うかというご質問だと理解しております。放送法では NHK の放送を受信できる受信設備を設置された方は受信契約を締結しなければならない旨が定められております。またこの放送法に基づいて総務大臣の許可を得て定めた日本放送協会放送受信規約では、放送受信契約者は受信料を支払わなければならないと規定されております。 NHK はこの受信料を財源として確かな情報や豊かな番組コンテンツをいつでもどこでも誰にでも分け隔てなく伝えられるように取り組んでいるところでございます。国内では自然災害の激甚化が進み、海外では国際秩序の混迷も深まっております。またフェイクニュースの拡散など社会の分断も進んでいるところでございます。こうした中、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供してインターネットも含めた情報空間の健全性を確保することで健全な民主主義の発達に資するという NHK の役割は一層高まっていると考えております。こうした NHK の役割や受信料制度の意義をご理解いただき、受信契約の締結と受信料のお支払いをお願いしたいと思います。はい、もちろん説得はできない、この後の会話でよくあるパターンですけれども、いえ払うつもりはございません、帰ってくださいという形になります。はい、ここで法務省の方に質問に移りたいと思います。不法侵入とは具体的にはどういうことなのかのちょっとご説明をお願いいたします。法務省大臣官房吉田審議官。お尋ねの不法侵入とおっしゃられたのは刑法第130条の住居侵入罪のことであると理解いたしましたが、この住居侵入罪は
正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅建造物もしくは幹線に侵入した場合に成立しうるものと承知しております。はい、先ほど の, その住居侵入罪、それとですね不退去罪が成立する場合をお聞かせください。ご指摘の不退去罪はただいま申し上げた刑法第130条に、同じく規定されておりまして、その条文上は、要求を受けたにもかかわらず人の住居もしくは人の監視する建造物等から、退去しなかった場合に成立しているものと承知しております。はい、これ例えばNHK のその委託業者がですね営業とかその未払いの請求というものをですねその住んでる人に対してのアポもなく、まあ、住居の敷地に入って玄関先でもう入るな帰れと、先ほど私がロールプレイングやったようにですねもう帰ってください帰れって言ってもですね、まあ、帰らないと、そしてその暴力的な表現とか行為を用いた事件っていうのが、実際に、ありました。これ皆さんにも、お配りした参考資料の中です。いや許可なんていりませんよ払えよっていうような方ですね、かなり威圧的な形で、これ動画でも残ってますので、ぜひ皆さん動画見られる方ぜひ見てほしいんですけれども、まあ、このような場合ですね帰れと言われたにもかかわらず、その場に居座ったことに対してですね、法務省としてこれは罪に当たるのかを教えてください。犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたように不退去罪は要求を受けたにもかかわらず人の住居もしくは人の監視する建造物等から退去しなかった場合に成立しうるものと承知しておりまして、まあ、この条文に該当するかどうかということで、個別具体的な証拠に基づいて判断されるというふうに考えております。はい、ありがとうございます。現在我々の活動の中ですね NHK さんのその対応によっては対応によってですね委託法人による訪問集金というものがなくなりました。これは誠にありがとうございます。本当にですねこういったこのような方々がですね本当に被害者として続出したからこそ我々が国政政党として 2% の国政要件を得て国政に出てきたわけなんですけれども、まあ、今現在非常にこの被害者が減ったという現在に関しては我々それの党の支持がなくなってきているという現状もあるんですけれども、まあ、問題が解決されたということでもあるので、まあ、これは非常にありがたいことだったのではないかなというふうに思っております。そして次の質問、もう一個法務省にお伺いします。この NHK のこの委託業者、まあ、いわゆる集金人ですね、契約してもらうために、今までの分は結構ですよ、次回から契約してくださいと、延滞利息も請求しません、これ我々追及してたんですけれども、やはり弁護士法72条違反に当たるのではないかというふうに、その集金人の NHK からの委託を受けた人がそのような窓口入り口でですね玄関先でですね交渉を行っているということになるので、弁護士法72条違反になるのかどうかを、お聞かせください。お答えいたします。一般論として申し上げますと、弁護士または弁護士法人以外の者が法律に別段の定めのある場合を除いて報酬を得る目的で訴訟事件、司法事件等その他一般の法律事件に関し業として法律事務を行うことは弁護士法72条によって禁止されております。しかしながら法務省といたしましては、お尋ねの個別の事案につきまして弁護士法に違反するかどうかをお答えするのは困難であるということでご了解いただければと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとこれは、まだ今後もですね問題として、72条違反ではあったのじゃないかというところの疑念を残しつつ、まあ、我々活動してるんですけれども、続きましてです、ちょっとまた NHK の方にちょっと戻っていくんですけれども、まあ、先ほどロールプレイングというものをちょっと行わさせていただきました。納得できたら本気で支払うとここで約束をしようかなというふうにちょっと思ってたんですけれども、まあ書面を読み上げるだけの状態で、まあ到底この10万3000円を支払うというふうな気持ちに、まあ、一切なっておりません。このようにですね、目の前のやり取りっていうところでですね、まず僕を説得できない、理事の方がですね、僕を説得できないということは、これ本当に現場の方、まあ NHK の職員の方々がですね、今国民の方々の家に行って、まあ、受信料払ってくださいということを言ってるのですが、どのような言い方をしているのかっていうところを、まあ、本当に聞きたかったんですよね。本当にここでも、この場で納得できるのであれば、本当に僕は払ってもいいと思ってたんですけれども、まあ現場で、結局集金する方がですね説得力がなければ結局はこの帰ってくださいということになります。まあ帰ってくださいと言われたら、まあ、先ほど法務省の方からもですね説明がありましたけど、帰ってくださいと言われたらですね、ちゃんとそのようにですね不退去にならないように撤退をしていただきたいと思っております。
そこで全国でというキーワードが、まあ、NHK からたくさん出てるんですけれども、これね、例えば NTT とかでもまあそうなんですけれども、水道ガス電気水道全部全国にまあ招く全国で同じサービスが受けれるようにしないといけないということなんですけれども、これも毎度のことなんですけれども、払わなかったら止めますよと、水道止めますよ、電気止めますよって言われたら、いやいや困りますと、止められたら僕ら生活できないんです、夏やったら冷房切れるし、冬やったら暖房入れれないし死んでしまいます、いやいやでも払ってください、払わないから止めたんでしょうっていう風な、この会話になったら多分払うと思うんです。だって死んじゃいますもん、うん、あの生活に支障をきたすので払うとなるでしょう。じゃあここで NHK があなたの家払わなかったら NHK 止めますよってなったら、あどうぞってなる状態だと思うんです。だからこそ納得いってくれるような NHK が説得をしないといけないんです。ちゃんと払いたい、払わないといけないな、払わないことによって自分の生活にマイナスになるなと思ってもらったら、国民が納得をいった上でしっかり払う状態になると思うんです。まあ、要するに今の 22% っていうのはネットの方で ID が不正にフリーライドっていう形にならないようにという話も先ほどありましたが、まあ、現状すでにですね 22% の方はフリーライドの状態なんですね。その状態で NHK はずっと予算を組んで、なおかつ国会のこの場で予算に賛成してるんです。全部の党です、我々以外。なかなか納得できないんですよ。まあそれで一つもう一回ちょっとお聞きしたいことがですね、会長、 NHK の売り、シンプルに NHK の売りというのは、お金を払いたくなるような売りというものは何なんでしょうか。委員のおっしゃっていることですけれども、NHK はその中継計画でもお示ししてますように、健全な民主主義の発達に資すること、これがNHK の究極的な使命でございます。例えば電力で電気を供給する、水道局が水道を供給する、同じような意味で NHK はこの健全な民主主義の発達に資するというお役立ちをしたいというふうに思ってます。でそのためのさまざまな経費を賄うために、NHK の行動に対して十分理解をいただいて、受信料という形で財源として賄いさせていただく、こういう仕組みになってございます。でこれはネット社会になって、アテンションエコノミー的にアテンションの強いところにニュースが集約され、その結果人々の経済観とか生活観が歪んでしまうというようなことを避けるためにも、 NHK が受信料を財源とする組織として正しい情報を皆様に提供する、そういうことで皆様の情報空間が健全になるように尽くしていくと、こういう役割を評価していただくということが一番大事で、その下で受信料をお支払いいただきたいと、私たちはその努力がまだまだ足りないというふうに思っております。はい、続いて時間がないので次の質問に移りたいと思うんですけれども、今現在その NHK は、継続的にこの口座引き落としという形を推奨してやってるんですけれども、これコンビニ払いの方へとですね、支払い、変更する、場合のですね、そのような申請があったときに、口座引き落としからコンビニ払いに変更になったときにですね、ちゃんと NHK としてその申請があれば変更していただけるのかどうかを確認させてください。お答えいたします。支払いの方法については視聴者の方が意向に沿って変更をすることは可能でございます。先ほど申し訳ございませんが、先ほどの答弁で私の答弁誤りがありました。総務大臣の認可と申すべきところを総務大臣の許可と間違って申し上げてしまいました。お詫びして訂正させていただきます。はい、ありがとうございます。最後、締めさせていただきます。先ほどやった、ロールプレイング、やはり納得ができません。やはり 22% の方々がですね、得をして 78% の方々が損をするというところですね。先ほどの口座引き落としやったら自動的にお金が引き落とされるんですけれども、コンビニ払いにすればこれは支払わずにゴミとして捨てることが可能。私はこの国会の場でですね、先ほど10万円以上の請求が来ているものを現在私にも来てます。まあこれは保管はしてますけれども、これは国民の皆様捨てていただいて結構です。納得いかない、 NHK に納得いかないということならば、僕がこの国会の場で国会議員として正々堂々とこの不払いをもうはっきり言って推奨します。そうまでしないと NHK を大きく変化させることがもうできないと思ってます。この宣言通りですね、私どもは
不払いを推奨していって、それで裁判されたら立花孝志が支払う、このお約束をずっとしているので、間違いない国民への約束としてこの場で私は宣言しますので、国民の皆様ぜひとも私と一緒に不払いというものをぜひやっていきましょう。そして NHK をぶっ壊すという形でですね、 NHK 改革を取り組んでいきたいと思いますので、今後とも皆様どうぞよろしくお願いします。以上、終わります。